ミツバチプロジェクト。皆さんこんにちは、タカノッチです。ちーちゃんです。いやー、ちーちゃん来ましたねー。はい、いやー、ちーちゃん今日は和室ですよ、うん、素晴らしい空間ですねなんかしっとりしてますね。そうなんですよ、落ち着きますよね。いいですね、和みますけどね。ただ外に出ると、一歩出るとまあ灼熱、あーもう汗だくですね。暑くなってまいりました、はい、もう6月ですね、はい、6月なんですけど、なぜ今日ここに来ました、うん、今日は蜂蜜を使った梅シロップを作ろうと思います、うん、梅シロップ、はい、いいね、梅シロップか、うん、はい、6月って言ったらさ、ほら梅仕事のシーズンじゃないですか。そうなんです、ね、この時期でしか作れない梅シロップなので、はい、そうかそうか、懐かしいな、はい、故郷福島帰るとほらおじいちゃんおばあちゃんよくやってたのよ、あ梅仕事、6月でしょ大体。そうですそうです、この時期なんだ。でも青梅から、青梅から作ります、うん、おお、いいね梅シロップ、はい、でも我々ミツバチと何か関係が、梅を作るにしろその受粉をミツバチがやってくれるので、うん、なるほど、そこから、はい、そこから始まってます。すごい、そうなんだ。そうなんです。なるほど、ミツバチさんが受粉をお手伝いしてその梅を使って、うん、はい、で梅シロップを作る。そうです。で梅シロップのシロップの材料にももちろん蜂蜜使ってます。ここですよ、ここ、はい、ここが一番聞きたかったです、はい、TBS の蜂蜜を使って梅シロップを作っていく、はい、そうです。いや楽しみですね。しかも取り立ての蜂蜜なので、前回ねちょっとね近いところで採蜜を行ったんですよ、はい、まあ取れましたね。取れました。いや結構取れた。でも梅シロップって簡単にできないですよね。どうなんですか。意外と簡単にできちゃうんです。誰でも作れます。もう誰でも絶対できます大丈夫大丈夫。でも今日1日で出来上がる、3日4日はかかりますね。なるほど。じゃあ今日はその前段階を取って、うん、でまた後日、はい、ちょっとつけたものを、まあ、出来上がりを完成ということで取らせていただくという形で、はい、わかりました。では材料を紹介してまいります、はい、さあ材料出揃いました、はい、ちーちゃん説明してください。はい、青梅を探した。最初に大事な梅だよね。そうですね、梅がメインです。青梅だねこれ、はい、本当青いね、はい、まだ完熟ではないの。完熟一歩手前の青梅ですね。青梅、はい、なるほど。今回はエキスを出しやすくするために冷凍してあります、うん、なるほど、事前にこれ冷凍していると。はい、わかりました。そしてそして、うん、TBS で採れたよ桜の蜂蜜です。蜂蜜ありがとうございます。そして、うん、国産のレモンです、うん、レモン国産にこだわりましたね。はい、今回皮ごと使用したいので、うん、国産レモンをご用意しました。いい、ね、レモンの風味が強くなりますね。そうなんです、いいですね、はい、そしてきび砂糖です。きび砂糖 OK、 揃えるものは簡単だね。そうです、梅、青梅と蜂蜜とレモンときび砂糖、この4つ、はい、はい、シンプルですね。シンプルです、はい、さあまずは何を。まずは、はい、梅のヘタを取っていきます。結構細かい作業よね。そうなんです、はいはい、ちょっとやり方を教えてください。はい、はい、まあ竹串、うん、もしくは細いお箸でですね、こう細いお箸って先の尖ったってことですか。あ、そうです、はい、爪楊枝じゃダメなのかな。爪楊枝だとちょっと折れやすいので。こういった形でヘタが取れます。ちっちゃいんだ、ちっちゃいんだ。あ、地味な作業だけど大事だよねこれね。大事です。ヘタがあるなしだと何か変わってくるんですか。ヘタがあるとちょっとえぐみが出ると言われてますね、うん、そうなんだ、はい、せっかくのシロップなのにえぐみがあったらちょっと台無しだよね。そうなんですよね。あ、じゃあちょっと面倒くさいけどこの作業はしっかりとやっていこうと。はい、でも細かい作業好きじゃない、ちいちゃん。好きです、好きです、ね、そして梅の香りがすごいふわっと広がってるんですよね。いいですね。これだけでもさ、なんか影響を養えるというかさ、はい、暑い夏乗り切れそうだよね。そうですね、うん、熱中症対策にはバッチリですね。確かにそう、熱中症対策の梅シロップの何か飲みたいな。なんだろう、例えばソーダ水、そうソーダ割り、うん、ね、梅シロップのソーダ割り、あー絶対美味しい。いいな。他何、アイスクリームにかけるとか。お、食べたことない。私もないんです。ちょっと今度やってみたいですね。ビールに梅シロップ割りってあり。
やってみたいですね。なんかビアガーデンに合いそうじゃないですか、うん、バーベキューロケやりません？やりましょうやりましょう。そこでビールの梅シロップ割り、うんうんうん、ありじゃないですか。あり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 、まあソーダ割りでもいいですけどね、もちろんもちろん、はい、あちょっと楽しみができました。いいですね、いいですね、はい、あいい感じ、はい、はい、とりあえずこんな感じで取りました、ね、それをこれを、うん、今回2リットル瓶を用意していますので、ね、はいはい、これに梅を入れて、はい、きび砂糖を入れて、はい、蜂蜜入れてっていう風にやっていきます。おざっくりだ、なるほど、はい、いいね、入れて重ねていく感じですか。そうです、わかりました。じゃあとりあえずやってみましょうか。はい、はい、いや大変じゃん、薄めのがいいの、結構薄め、薄めです、切れない包丁だね。はい、行きました、ありがとうございます、はい、では、はい、砂糖、砂糖砂糖砂糖ですね。だいたい1リットルにどのぐらいの砂糖を使うんですか。だいたい 200g です。 200、はい、今回 100です。 100g です。 100g、はい、ってことは今回これ2リットルの瓶だから倍の 200g です。 200g、 分かりました。はい、はい、ちいちゃん何でも知ってるね。これ100、はい、だこれを2杯分ってことですね。はい、分かりました。これを入れていきます。お願いします。はい、入れて梅重ねてみたいな感じ。そうですね。はい。おお、なるほど。おお、いったね。はい。で梅入れる？で梅を入れていきます。おお、はいはい。なるほど。あでもそれこれ作業的にはすごい簡単ですよね。そうなんです。繰り返しの作業なので。これでいいんだ。レモンも入れちゃっていい？はい。はい、ではでは、うん、あいいんじゃない。ちょっとさあ 200g 砂糖、これをまた上からかける。はい、おお、梅を入れていきます。あ簡単。そうなんです。あと1段ぐらい梅乗せます。はい、じゃあお砂糖を入れていきます、うん、おお、はいはい、はい、できました。これでいいんですか。と蜂蜜です。出たー蜂蜜、はい、ここ結構大事ですよ。そうなんです。はい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 、はい、では蜂蜜はどのぐらいの量を。蜂蜜結構大事ですよね。蜂蜜大事、はい、1リットルにつきだいたい 300g 入れます、うん、ということは今回2リットルなので、はい、600g です。 600g お願いします。はい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 、おー、いいですね、ありがとうございます。はい、はい、これをまず1杯目、1杯目入れていきます。はい、あー、いいね、三つ橋さんありがとう。都市用法のね、これが結晶でございます。はい、あ結構蜂蜜使うんですね。結構たっぷり使います。ってなると結構これ作るの大変かもね。市販の蜂蜜 600g って結構な量ですもんね。そうですね。ただ今回はあの糖分の量を1リットルにつき合計 400g、うん、でその比率を調整してますんで、うん、あの例えば1リットルの容器できび砂糖200と蜂蜜200でも OK です、うんうん、逆に蜂蜜100にきび砂糖300でもそれでもいいってことなんでね。トータル400になるようにっていう計算なんだ。じいちゃんそういう説明欲しいだそうです。はい、これ編集入れ込まなきゃ。ちょっとザッキーの声を使ってそのまんま。これ2杯目ね。はい、2杯目です。はい、じゃあちょっと蜂蜜多めのレシピだね今回は。そうです、うん、いや楽しみだな。これでとりあえず OK、はい、ありがとうございます。はい、じゃあこれで OK、はい、蓋閉めます。はい、完成。完成です。ありがとうございます。これで出来上がり。はい、お簡単ですよね。簡単です、うん、よし、はい、これで完成。ありがとうございます。はい、じゃあ蓋を閉めます。これでまた3日4日寝かせて、はい、冷蔵庫で寝かせます。あ、できるの楽しみ、うん、さあ2リットルと1リットル作り終えました。はい、さあどうなることやら、うん、美味しくね、整ってほしいですね。絶対美味しいですね、はい、これは、うん、じゃあ、はい、出来上がりを待つということで、はい、3日後に移動です。せーの、よっ
ごいできたやりました。待ってましたよちいちゃん、ついに完成しましたね。完成です、うん、さあつけてからおよそ10日が経ちました、はい、ね、当初ね3日ぐらいでねもう開けちゃおうなんて言ってたんですけども、うん、まあ、ちょっと、ね、我々の仕事のね都合上、はい、10日寝かせましてこういった状態になったんですね。ちいちゃんこれすごいね、水入れてないよね。そうなんです、水入れてない状態でしっかりとひたひたと浸かるんですね、はい、これな何が出てきたの。梅のエキスがしっかりと出てきてるんじゃないですかね。まさしく梅シロップの出来上がりといったところですね、はい、我々の蜂蜜と梅仕事で作った、ね、シロップでございます。で今回こっち大きい瓶の方が、うん、まあ、同じね、糖分って形でおよそ 400g になるように作ってるんですよね、はいはい、で蜂蜜多めがこちらで、きび砂糖多めがこちらっていう感じです、はい、味の違い出るのかしらね。まあでもどっちにしろ美味しいと思いますね。はい、うん、では早速いただきたいと思います。梅シロップのソーダ割り、じゃあこっち大きい方からいこう。はい、はい、おお。普通のあ入った感じです。匂いする？ちょっといい嗅いで。はい、どうぞどうぞ。あ、梅シロップだ。梅の香りが芳醇と、ただ梅のなんか酸っぱい匂いだけじゃなくて、あの、ね、蜂蜜の香りとレモンの香りがしっかりと混ざってる。爽やかな香りですね。爽やか、おいしそう。よし、いきますよ。はい、お願いします。梅がぎっしりと詰まってますね。そうかそうか。うわこれは2杯ぐらい。これ何グラム入れてるの。まあ2杯ぐらいでいいんじゃないですか。適当。あ、来た。来ました来ました来ました。あー綺麗な色ですね。あ、本当だ。じゃあいただきましょうか、はい、じゃあせっかくだし乾杯しましょうかね、はい、すいません視聴者の皆様、ではいただきたいと思います。乾杯。乾杯。どうぞ。今まで飲んできた梅ジュースよりも一番美味しいですね、うん、本当？本当に美味しい。それしちゃテンション上がんないよね。いやいや本当に美味しい。本当に美味しい。美味しい。おー本当に美味しい。震える、うん、今。いや本当美味しい。何が違うの。だろう、爽やかさも残ってるけれども蜂蜜の甘さがしっかり残ってますよね。あ、蜂蜜が濃厚なんだ、うん、そしてレモンもしっかり風味として残ってるし、なおかつ梅の爽やかさがしっかりとブレンドされてる、うん、ま、芳醇芳醇芳醇、全ての良さの具の良さが出てる、染み出てきてる。うわ、こんな濃厚な梅ソーダ飲んだことない。いやでも最近のニュースでさ、はい、梅が高騰してるらしいよ。あ、そうですね、ちょっと病気が流行ったりとかして、ね、うん、貴重な食材ですからね、はい、大事にいただきたいですね。そうですね。いやでもこれ以外にも、はい、ちょっとね変わり種のメニューってことでスタッフが用意してくれたんですよ。なんでもね、豆乳に入れるといいらしい。やってみる？やってみましょう。なんかね、何でも豆乳に入れると固まるっていう、そんな話聞いたんですよ。初めて聞きました。やってみていいですか？はい。これどのぐらい入れるのかな。ちょっと入れてみますね。いくよ。はい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 。かき混ぜてみる？はい。あ、でもなんかゼリー状になってる。下の方も入れたら本当だ。へえ、お豆腐みたいな。本当だ、プリンみたい。ちなみにお二人豆乳は。豆乳ね苦手なんですよ。私もちょっと苦手なんですよね本当あの無理せず、うん、はい、ちょっと味見しよう。はい、どうぞ召し上がれ、うん、いただきます、はい。もうね、結構いった。いや結構いくじゃんよ。
え、じいちゃん残しといてよ少し。どう？美味しい。美味しい？いや本当に美味しい。いっちゃうね。だって飲んじゃっていいよ。え、いいですか？どうぞ。飲めんの？無理しないでね。いやいや、だって豆乳飲めない人でしょあなた。いやいや本当に飲めます。これ全然なんかザ豆乳って感じじゃないんですよ。梅の香りとレモンの香りがしっかりと、ね、そしてほのかに蜂蜜の香りが後から追ってくる感じ。なるほど、美味しいんだ。しゃうめえ。いや、そのぐらい合うんだね。うん、美味しい。じゃ大成功だ。いや、これ美味しい。豆乳割り。あ、高野さんの分飲んじゃった。いいよいいよ。ちいちゃんがぜひともバニラアイスに混ぜて食べたいなんて言ってたよね、うん、はいはいはい、ちょっと溶け始めてるからどうぞ、はい、バニラアイス、蜂蜜シロップかけ、絶対美味しいよねそれ。いきます。うん、はいはいはい、あ、いいんじゃない。おお、いやかけるね。美味しい、いや美味しい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 、一口ちょうだい、全部食べちゃう、全部食べよう、ちょっとここは私も食べたいわ。いやいやいや、うん、美味しい。合うんだね。うわー、やられた。梅シロップとバニラ、お互いがお互い邪魔してないですよね。いや、だからこうやって考えると梅シロップいろいろなんかやってみたくなりますね。あ、そうか、あとビールを用意しとけばってよかったな。ビールにほら梅シロップ割りちょっとやってみたかったな。うーん、ちょっと業務外の時にやってみようかな。そうです ね、ちょっとお仕事終わってから、ね、はい、いや、いいですね。やっぱり我々両方やってて、その恩恵というかこういった恵みがあるってことをね、皆さんとちょっと共有できたらいいななんて思っております。もう食べてるね。おいしい？あ、嬉しい。いやー、このように我々 TBS CSR 推進室はですね、まあ、ミツバチを飼って CSR 活動をやってるわけですよ。社会貢献活動ということで、はい、地域交流ハチさんをねきっかけにこれからも続けてまいります、はい、そしてミツバチのねそれこそ情報もね随時こうやって出していけたらいいななんて思っていますので、はい、チャンネル登録いいねボタンよろしくお願いいたします。いや、大成功。こうやって見ると青梅美味しそうだね。美味しそうなんですけど、うん、青梅のまま絶対に食べないでください、うん、これダメなんですか。ダメです。口の方ばっちゃダメです。なんで青梅のままだとちょっと毒があるので、うん、絶対にそのままでは食べないでください。青梅って体に悪いの？ちゃんと熟してからじゃないとダメ。そうですね、うん、それかもうつけるか。つけるか、はい、それだったら問題ない。はい、おー、わかりました、うん、そうなんだね、青梅ってね、はい。